今日のトピックはちょっと変わってストレッチングです。それもクラシックバレエをやってる友達から教わったストレッチングの仕方です。で、バレエの場合オーバーエクステンションで関節を痛めてしまうっていう、そういう風な事例が結構あるんですけど、この場合はもう本当にただ単に体をぶら下げるような感じで力まずに筋肉を長い時間かけて伸ばすようなストレッチです。5分間重力に任せて呼吸を柔らかくして、しっかり息を吐き出して、深く吐き出して体をリラックスさせて筋肉を伸ばします。で、実際にどれくらいの効果があるか俺の体を使って見せますんで。一つ注意点としては、体が温まっている時にしてください。だからちょっとね、運動を終えた後とか、お風呂から上がった後とか、そういう時にやると筋肉を痛めないで済むんで。ここのスマホのカウントダウンタイマーで時間を見ててください。Before, after. Before, after. Before, after. これだけ下がります。ストレッチした後に PNF ストレッチングっていうストレッチをやって、頭と筋肉をつなぎ直すっていう、そういう風なストレッチングもこの他に取り入れてます。そうすればハイパーエクステンションした後でもコントロールがちゃんとしっかり元に戻るんで。どうでしたか？まあもともとね、硬すぎるっていう話もあるんですけれど、一応この硬い俺の体でもこれだけ5分の間に柔らかくなった。よくオフィスとかでずっと座ってると体の裏側の方の筋肉がすごく硬く凝り固まっちゃうことがあるから、俺結構5分じゃなくても2分とかそれくらいの長さでちょっとだらーっと筋肉をゆるーく弛緩させて伸ばすってことをよくやります。結構手軽にいろんなところでできるんで試してみてください。それでは